サドミライは日本のマルチタレントであり、ロックバンド、フューチャーイズマイネームのボーカル。現在は芸能活動停止中。新潟県新潟市出身。シンラムアクトを経て、グランツに所属していた。新潟県立新潟高等学校、新潟大学人文学部情報文化家庭卒業後、バンドのボーカルを目指し、IT アシスタントやジモ OL をしながら、バンド、 フューチャーイズマイネームを立ち上げ音楽活動を始める。エキストラの仕事をきっかけに芸能事務所に入ったことにより女優に方向転換。2010年より女優兼シンガーとして活動。2014年3月には自身の作詞作曲による CD を全国発売。女優、シンガー、MC 等で活動。東京都練馬区在住。妊娠のため。 2019年8月8日開催のトークイベントトーキングアバウトムービーのゲスト出演を最後に芸能活動を停止。出産後の活動復帰は今のところ考えていないとしている。10月3日に帝王切開文弁で女児を出産。芸能活動を停止していたが2020年5月1日に公開された短編映画カメラを止めるな。リモート大作戦。 ビデオ通話画面の1シーンの未出演。子育て中だったが、自宅からのリモート収録が前提の作品だったことから出演が叶った。ありがとうございます。